おはようございます、こんにちは、こんばんは、うすじまと申します。はじめまして。今回初めてゲーム実況というのを撮ってみたのですが、ちょっと素人なもんでね、噛み噛みだったりとか読み違いとかいろいろあると思いますが、その辺はご了承ください。すいません。で、早速なんですけど、今回プレイをしてみたいゲームなんですが、ひょんなことから入手しましたゲームなんですよね。フェアリテールさんから1992年に販売されたナイトメアコレクションデッドオブザブレインというゲームをやってみたいと思います。アドベンチャーゲームなんですけど、かなり当時ね、高クオリティかつ面白い要素が入っておりまして、タイム制限の選択っていうのかな、リアルタイムとは言わないか、そういったね、資料って呼ばれるゾンビと対戦することがあるんですけど、そういうところの戦闘要素なんかも入って、かなり面白い作りに当時はなっていたなぁと思います。今回思い出しながらプレイをしていくというスタイルになると思いますが、なかなかねいいゲームだとは思いますので、ぜひ興味のある方は見てみてください。早速ですが、じゃあゲームスタートをしてみたいと思います。ニューゲーム、ポチリと。すごい、なんか懐かしい BGM ですね、私的には。おー、なんか一人暮らしの家っていう感じですね。やっと家に着いたか。だいたい壁塗装なんてパートにやらせりゃいいのに、社員の俺までこき使うんだもんな。あ、このコールっていうのがですね、主人公なんですけど、確か塗装屋さんでした、設定が。なんで俺がそんな雑用までやらなきゃいけないんだ。おかげで今日もまた残業だよ。ま、残業手当がでかいしな、仕方がないか。いいな残業手当、うちねえぞそんなもん。もう汗でぐちょぐちょだよ、シャワーでも浴びてすっきりするか。ふう、すっきりしたぜ。なんかこれだけ見るとなんかねシャワーの後のビールがたまらなく好きでね、この味を一度覚えたら死ぬまでやめられないな。今日も一日仕事が終わっちゃったな。何か面白いことでもないかな。そうそうね、ないですよそんなもんは。世間があっと驚くような大事件でもさ、いやそう、あんまり起きると困りますねそういうのは。あ、そうそう、でもノーベル賞なんかおめでとうございますって感じですね。リチウム電池だったかな確か。いや素晴らしいですよね。お、電話。おー、まだねこれね、プロローグなんで、左右のコマンドとかこういったものは一切まだ使わないです。ん、こんな夜遅くに誰からだろう。はい、コールですが。もしもし、コールか、わしだ、クーガーだ。なんだ、どこか。こんな夜中にどうしたんだ。すごいんだよコール、今回の発明を見ればさすがのお前さんでもびっくりして階段から転げ落ちるぞ。またかよ。この間も人工心臓の実験中に血液を送りすぎてパンクしちゃったじゃないか。俺のブルゾンまで血みどろになっちゃったんだ。あいつを笑うのは生臭くて大変だったんだぞ。今度は間違いなく大丈夫だよ、すぐ支度してきてくれないか。え、今から。俺今日疲れてんだよな、明日じゃダメ。ダメじゃないとお前とシーラー君の中を手入れに行っちゃう。わかったよ、行けばいいんでしょ。行けばリア充じゃねえかよ。おい、あははは、じゃあ待ってるからね。毒は何かあるとすぐ俺とシーラーの中をバラすって脅しかけるんだ。毒も毒だけどテリーのやつにも参っちまうよ。俺とシーラーが付き合ってることを知らずにシーラーを口説こうとしてるし、その上相談まで俺に持ってくるなんて。とりあえず爆発しとけ。ま、このことはバレた時になったら考えればいいか。もっと爆発しやがれって感じだな。あ、そろそろ行かないと、毒はうるさいからな。今度は何を作ったんだろう。いやー、なんかほんと懐かしいな。おー、なんか毒、あー、こんな顔でしたね、そういえば。
なんか科学者って感じですね。ドク、ここで待ってたのか。うむ、近所の目もあるし、こんなところでお前さんに大声をで呼び出されてもかなわんからな。あ、口動いた。あ、アニメーションしてる。おお、ちなみにこれですね、16色で書かれていて、当時静止画ばっかりのアドベンチャーが多かったんですけど、その中でもこうアニメーションするってなかなかすごかったんですよ。おお、すごいな。今度の研究だけは他人には絶対知られたくないんだよ。そんな大げさな。ところで今度の発明っていうのは？研究室にあるんだ。さあ上がってくれ。しかしいつ見てもすごい研究室だな。誰が見たってここは大学教授の家だとは信じないぜ。まあそう言うな。嫁さんが死んでからというもの、楽しみが研究しかないんでな。仕方なかろう。あ、嫁さん死んじゃったんですね。あ、ごめんよ。そうだったよね。そう、落ち込むなよ。口が過ぎたよ。俺だって悪気は。あれ？ドク、今なんか変な声聞こえなかったかい？なんかうめき声のような、ほらなんか赤ん坊のような。コール、危ない。おおおお、こう見ると怖いな。うわー、伏せろコール。なんだ今の猫は。コール、噛まれたか、引っかかれなかったか。ああ、どこも痛くはない。大丈夫だよ。それより、あの猫は毒が飼ってる猫じゃなかったの？そうだ、キティだよ。キティって。いいのか、猫でキティ。あれ？ん？キティだよって、どうして飼い猫が襲ってくるんだよ。狂犬病院でもかかったのか？違うんだ。あの猫は一週間も前に死んでしまったんだよ。バカ言うなよ、現に。今俺に飛びかかってきたじゃないか。あの借りてきた猫のようにおとなしいキティがだぞ。やっぱりキティってなんか面白いな。なんだろうな。キティは狂犬病にやられてたんだろ。隠さずに言え。俺は保健所の人間じゃないんだしさ。コール、キティは狂犬病なんかじゃない。違うんだ。何が違うんだ。何が一週間前に死んでるだよ。しかも銃でめった撃ちにするなんて、俺を助けるためだとはしてもあまりにひどすぎるよ。とにかく聞いてくれコール。キティは1週間前に確かに老衰で死んでしまったんだ。間違っても狂犬病なんかじゃなかったよ。キティの死骸を見つけた時にちょうど蘇生薬のサンプルができてな。来ました、蘇生薬。これが元凶になるんですよ。これ蘇生薬、蘇生薬ってあの死んだ人間を生き返らせるっていうあれかい？そうだ。老衰とはいえあまりにかわいそうだったんでな。実験がてらキティに蘇生薬を打ってしまったんだよ。それはそれでなんかかわいそうですよね。ドク、俺はあんたが理解できないよ。蘇生薬なんて作るはずないだろう。確かにあんたは優秀な科学者だけど、そんな映画みたいな話は。蘇生薬の話なんか誰だってバカバカしくて聞いてられなくなるのが正常だ。コール、お前さんが信じないのはわかるよ。それは誠にもって正しい反応だ。しかしだ、お前さんは不可解な事実も事実として受け止めることも必要なんだ。何をするんだ。理解できないかどうか見せてやろう。てん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 。すべての元凶がここから始まるって感じですね。なんかそんな、なんとなく記憶があるんだけど、まあちょっとすげえよ。どん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 。おー、結構紫色の猫。確かに死んでるな。あれだけ撃ったんだ。生きている方がおかしいだろう。ドク、やっぱりやめないか？毒の言うことを信じるからさ。うん、やめましょう。これは本当にやめた方がいいです。これ、いや、お前さんは疑ってるよ。わしがイカれたと思っているだろう。目を見ればわかるさ。この注射器に入っている液体が蘇生薬のサンプルだ。今から投与するから時計を見ていてくれ。今までのデータによると13秒後に蘇っている。
くぞ。ああ、撃っちゃいましたね。まさか生き返ったのか。なんてことだ。この動作は間違っても死後硬直による痙攣なんかじゃない。どうだ、これでも信じられないとは言わせないぞ。まさかそんなことが。嘘だろう。何、嘘も何も現にコールの目の前で動いているじゃないか。すごいじゃないか、ドク。ノーベル賞間違いないよ。早く発表しようよ。いつ発表するんだ。それがまだ発表できる段階じゃないんだよ。さっきも言った通り、まだこの薬はサンプル試薬品なんだ。どうして、ちゃんと完成しているじゃないか。この薬には不可解な副作用があってな。この薬で蘇生した生物は凶暴性が増長してしまうんだ。凶暴性？映画のゾンビみたいな。ははははは。ゾンビとはうまい言い回しだ。いや、人間には試したことがないからわからんが、試したら犯罪になってしまうからな。わしは科学者であって医者ではないのだから。とにかくこの猫を見てもわかるように、薬で蘇生させた生物はおとなしさというものが全くなくなってしまうんだよ。人間自ら襲う猫なんて聞いたこともない。お前さんが言う狂犬病以外には。ちなみに、あの狂犬病ってなんか水を見るとなんか驚くらしいですね。あ、知識はちなみに金田一少年の事件簿です。本当なのかな。そうなのか。キティ、どうして人間を襲ったりするんだい。襲う目的はあるのかい。コール、触るな。もう一つ言い忘れていたが、蘇生された生物は筋力が以前より倍増されているようなんだ。お前さんは手加減という言葉を知っているな。実はもともと筋肉とは己の骨を砕いてしまうほどの力を持っているものなんだ。普通の生き物は本能で力をセーブして自分の肉体を守っているんだよ。凶暴性だけが著しく増長された生き物、いわゆる本能の手加減を忘れた動物は信じられないほどの力を出すことができるのさ。こいつは骨が折れていなければ人間よりも厄介かもしれんよ。加賀さん、ジャックです。16分章、ジャックです。開けてください、加賀さん。警官、そういえばいたな。いきなりとっさになんか変えちゃいましたけど、こんな感じでいいのかな。警官だ、ドク、やばいよ。やばいよ、やばいよ、ねえ。クーガーさん、開けてください。ジャクです。コール、お前さんはここにいろ。あと、この猫も冷蔵庫にでも隠しておいてくれ。頼んだぞ。間違っても噛まれんように、な。わかった。クーガーさん、クーガーさん。面白いな、テレコやって。ジャック警部補、こんな夜中にどうしました？この家が古いせいか、話し声がこの研究所まで聞こえてくるな。でも、アテレコって初めてやってみましたけど、難しいですけど、これ面白いですね。あ、クーガーさん、いやね、妙な猫の叫び声がするって、近所から苦情が出たんですよ。ジャックです。そうなんですよ。この辺は野良猫が多くて夜中中泣いてるから私も困っているんだ。だけど野良猫のことまで警察に任せる市民ってのも少し変ですからね。それが猫といってもただの野良猫じゃないらしいんですよ。不気味な姫のようなものらしくてね。区長は一週間も前から出続けているんですよ、ジャックです。それで少し気になって私もパトロールがてら来てみたわけです。なるほど、そうでしたか。だけど不気味な悲鳴というのは聞いたことがありませんね。そうですか、失礼ですが少し中を拝見させていただけますか。一応気さくなものでして。少しだけでいいんです。いや、難しい、やっぱり。別に構いませんが、今来客中なんですよ。だから手短にお願いしますね。
いや面白いな、でもやってて。はい、わかりました。それではお邪魔します。おっと、ここで警官を入れちゃいますか。ここは寝室ですか。ええ、そうです。妻が交通事故で死んでからというものも掃除を怠けてしまっていてね、こんなに散らかってしまって。いえ、いいんですよ、ジャックです。ところでこの本は何ですか。いや、いい趣味をしておりますね。今本ってないですね。そういえばね、昔はこうベッドの下にこう入れたりしてたと記憶があるんだけど、まあね、学校から帰ってきてこう部屋に入るとこう綺麗に並べられてたりとかするとすごいショックだったりしますね、あれね。ここは書斎です。この部屋は私の研究のすべてですから、あまりいじらないようにお願いしますね。大丈夫です、何も触りませんから。隣の部屋は何ですか。研究室ですよ。お客さんがいますけど。拝見してよろしいですか。え、ここにも来るのかよ。毒、もう返してくれよ。ええ、別に構いませんが。ここに飾られてる絵は有名な学者さんたちです。私も学者の端くれですから、こういった人たちに憧れるんですよ。ああ、ジャックってこんな感じか。全然なんか違うな。忘れてるな、やっぱり。まあ、このまま続けます。コール、こちら16文書の刑事さん。はじめまして、コールです。こんばんは、コール君。私はジャック・ケイスマン。君たちはこんな夜中にここで何をしてるんだ。はい、近々パーティーをやろうと思いまして、ドク、いや教授の相談をしていたところですよ。なるほど、そうだったんですか。ところでクーカーさん、ここではどんな研究をなさっているんですか。がん細胞の研究が主ですが、いつもライバルに先を越されてしまってね、私も年を取ったのかね。ん、今の声は裏の野良猫氏でしょう。家の裏はゴミ捨て場になってますから、ディナーをためによく集まるんですよ。墓地もあるしね。デザート付きですよ。嫌なデザートだな。何食ってんだねえ。はあ、なるほど。あなた方も間違ってサラダにならないように頼みますよ。嫌なアメリカンジョークだな。わかんねえな。どういうこと。それでは私はこれで、何かお気づきになったことがあったら知らせてください。どうもご苦労さんです。ん、ちょっと待ってください。今声、あそこの冷蔵庫のあたりから聞こえませんでした。いいえ、あの冷蔵庫には薬品しか入っていませんから。ほら、やっぱりあそこから聞こえてきますね。開けてもよろしいですか。ええ、別に構いませんが。おっと、フラグ来ましたね。毒、やばいよ。どうして断らないんだよ。断ったら逆に怪しまれるだろう。今は蘇生薬を打った動物は全て2分以内で絶命するというデータが出ているんだ。だってあの猫まだ生きてるよ。どうすんだよ。うわー、毒、ジャックさんが。信じてしもうた。ドク、どうしたんだよ。早くジャックさんを病院に連れて行かないと。もう手遅れだよ。ジャックは喉をかき切られてしまったよ。ん、頸静脈と頸動脈も見事に切断されているな。冷静だな、やっぱ学者だと。キティは？キティは完全に死んでいるよ。最後の力でジャックの喉を。どうするんだよ。このままじゃ俺たち殺人犯じゃないか。そうだ、大丈夫だよ。実際に帰るところを見せてやれば。てん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 。ドク、なんとか言えよ。こうなったら本当のことを警察に話して。お前さんだって蘇生薬の
効能を疑っていたろ。本当のことを話したところで素直に信じる警察官などがいると思うのかね。頭がおかしくなってるとしか思わないよ。警察が我々に弁明の余地を与えてくれるはずがないだろう。やっちゃった相手が警察官なんだ。我々は行き着くところは電気椅子かガス室でたんまりシアンのフォーカーを嗅ぐことになるだろうな。嫌だよ。どうすればいいんだよ。このまま放っておけばすぐに見つかるぞ。キティはジャックの喉に噛みついたよな。そうだけど、何か案が？あの蘇生薬は元がヴェロスなんだよ。サンプルは製薬が十分じゃない。ああ、サンプルは生成が十分じゃない。生菌？製菌でいいのかな？製菌がうようよしているんだよ。粘膜感染。つまり、噛まれたり引っかかられたりすると感染してしまうんだ。傷口から感染したヴェロスが脳に伝わって粘膜感染。嫌な、ね、感染症ですね、これ。粘膜感染。なんかエロいな。ということは、ジャックがゾンビになっちゃうのか？いや、それはわからない。さっきも言ったように、今まで人間に試したことが一度もないんだ。だが、一つだけ言えることは、これだけ時間が経っているのにジャックはピクリともしないという事実だ。人間の方が体が大きい。つまり、太陽石が猫に比べて大きいため、キティが噛まれた程度の微量では、効果が現れるまで多少の時間が必要なんだろう。確かにキティは飼い猫だけど、もともと攻撃的な動物だったために凶暴化してしまったのかもしれない。獣よりも人間の方が理性が強いのは説明するまでもないだろう。そうかな。人間の方が理性なかったりすることありますけどもね。つまり人間と猫は違って凶暴性がないってことか。はっきりしたことはわからないが、とにかくこのままでは拉致が開かないからな。一度生き返らせてみるしかないだろう。とりあえずジャックが生き返ってさえすれば死刑は免れるよな。ダメだったらやっぱり死刑か。ああ、違った。ダメだったらやっぱり死刑か。こうですね。コール、離れていたまえ。もし失敗したらこの銃で奴を撃て。わかった。緊張するな。そう、この左下のタイマーがですね、これから、ゾンビっていうか、死霊って呼ばれるものを戦闘するときに使ったりするんですね。まあ、このタイマーの間に攻撃するみたいな、まあ、いずれ戦うシーン出てくると思います。でも、こういうの待ってるときも、やっぱり、緊張しますね、こういうのは。いい演出だ。どうやら夢を見ていたようだな。ジャックが生き返った。目動いたよ。怖っ。いや、怖えな。ジャックさん、わかりますか？私です。クーガーです。ジャックです。ジャックさん、聞こえますか？ジャックさん、私ですよ。あ、違った。うわぁ。ドク、危ない。おお、あ、お、お、怖えな、やっぱり。やっぱりゾンビって、やっぱり外国人の方が似合うな。いくら撃っても死なないじゃないか。コール、先へ表へ逃げろ。わしもすぐに行く。一緒に逃げようよ。さっさと行け。わかった。急いでくれ。おお、始まりましたね。ドク、墓地だ。いやー、来ましたね、フラグ。やっぱりね、ゾンビといえばね、墓場っすよ。映画バタリアンなんかでもね、確か墓場で確かなんか やるような感じの映画でしたね。いやー、懐かしいな。この中へ逃げよう。なんとかやつを巻くんだ。ファクって書いてあるけど、今じゃ絶対これダメですよね、こういうの。
はは、何が人間は凶暴性がないだよ。ジャックの理性はどこに行ったんだ。所詮人間の祖先は猿なんだよ。はあはあ、まあ、男同士ではあはあ言ってもね、あんま個人的には嬉しくないですね。話が違うじゃないか。はあはあ、そのバッグは創生薬だ。それ奴はまだ追いかけてきてるのか。はあはあ、まだ追いかけてきてるよ。はあはあ、なんでしつこいやつなんだ。はあはあ、うわおっと、これはフラグっすね。まだドク大丈夫か。おー、ぶちまけましたね、蘇生薬。そう、原因がね、実はこれなんですよ。これで、ゲームというかストーリーが始まるんですね。この蘇生薬が全ての原因っていう感じだったと確か思います、これ。ドク、ジャックが来る。早く行こう。私の蘇生薬が。薬ならまた作ればいいだろう。早く逃げよう。という感じでプロローグが終わりなんですけど、ずいぶん説明じめてましたけど、いいプロローグですね。おお、そうそうそう、下ってこんな薄い浅いところ埋まってんのかな。おお、あ、そう、こんな感じだった、確か。あー、なんか思い出してきましたね。うわ、やっぱ綺麗だな今見ても。これで16色ってのがすごいよな。いや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 、結構これだけでも結構個人的には怖いです。おお、そう、こんなオープニングでしたね。で、随分長かったんですけど、これがこのプロローグでタイトルが出てくるって感じになりますね。はい、こんな感じでタイトルですね。で、これがですね、何回も言いますけど、プロローグなんですけど、この次から実際のゲームというのが始まるという感じになります。で、実際、もうちょっとプレイしたいんですけど、まあ、随分プロローグでも長かったので、今回は、まあ、これで一旦終了したいと思います。大変ね、シナリオも面白いゲームなので、ぜひ、興味のある方は、見てみてください。連続して撮っていきますので、ぜひまた見てみてくださいね。それではありがとうございました。ブス島でした。失礼いたします。ではでは。昔ですよ、本当に。まあ今じゃ普通にね、カフェイン中毒みたいにバンバン飲んでますけどね。あ、ちゃんとエンジェルリングもある。髪の毛にかかるツヤツヤ、これがエンジェルリングって言うんですけどね。フォークで目玉刺してるよな、これな。3も悪くないね。なんかビッチくせえな。血みたいなの大好きだからね。でかい、半端じゃなく。赤ちゃんから老人までみんな大好きですから。これ常識では考えられない発言。コンストラクションブス島。あなたが体験するのは明日かもしれない。